かねえな。十尾が手加減なしとは。遅かったか？いや、ぴったりだぜ父ちゃん。湊相変わらず早いの。四代目貴様、わし以上の春心使いよの。よーし、始めるぞ皆の者。え、おかげさまたち。なんでオロチマルがわしらを呼んだのじゃ。さっさとこの戦争を止めねばな。じゃあ本当に？おう、みんな俺たちの知ってるあの火影たちだってばよ。貴様まで復活したとはな。嬉しいぞ柱間。お前はあと、まずは十尾を止める。ナルト、よくやってくれたね。少し休んでなさい。友達もじきに来る。彼も味方だよ。さて、これってナルトと同じ。まさかとは思ったが、湊はね。な、俺の父ちゃんすげえだろ。そんなことはお前より分かっとる。このわしを分けてでも封印しきった男だ。おかげたち、行くぞ。忍法首席王陣。さらにこれだけ加えての先方明神門。来たな。ずいぶん遅かったじゃねえのサスケ。さくらか。どういうこと？本当にサスケ君なの？てめえ、何しに来やがった。なんでサスケ君がここに？いろいろあったが、俺は木の葉の里を守ることに決めた。そして俺が火影になる。お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺が火影になり里を変える。火影になった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者が火影になるんだ。サスケはお前に任せる。任せとけ。火影になるのは俺だってばよ。そんなに火影に憧れてくれるのは嬉しいが、お前らゆっくりしすぎぞ。今のうちにチャクラを練れ。一斉攻撃であれを倒す。おす。私はいつも二人の後ろばかり隠れて歩いてて、でもそれももう終わり。今日からは私も。よーし、さくらちゃん、私が2人に届かないか弱い女だと思ってる？よっしゃ、第7班ここに復活だってばよ。行くぜさくらちゃん、サスケ。うん、おう、木遁木分身の術。俺の分身が結界に出入り口を作る。忍びたちよ、全気力を振り絞り奴を打ち破るのだ。行くぞー。分裂隊だったら口寄せの術、突っ込め。ナルト、あいつも厄介なことに巻き込まれとるの。その厄介事も多分これで最後だ。力を出し切ってくれよ。お前に言われんでも分かっとるわ。ぶった切ったら青だ、いけるな。できたらそりゃいいぞ拳。伊達にでかくなってねえな。そがいなことよりの早う術の一つでも準備しろっちゃ。お前に頭から振り落とすと体以上に態度はさらにでかく。ぶった切ったらいったらお願いします。あの十尾を相手にここまでは順調に進んでるわね。俺たちだけじゃねえ、連合のみんなが頑張ってくれてるからな。いいぞこのナルト、もう根を上げるのか。冗談言ってんじゃねえぞサスケ、こっからが本番だ。サスケ、あのでげえやつの中には美獣たちが入ってんだ。弱り切ったら黒い炎を止めてくれ。俺と鞍馬で美獣たちを引っ張り出すから。ダメだ、このまま焼き尽くす。おいサスケ、燃え尽きろ。